皆さん、こんばんは。こんばんは。よいしょ。ちょっと今日はいつもと違う価格なんですけども、ちょっとね、まあ夜も遅い10時ということで、まあエビフライなんてやってらんないと、ミルクレープなんて作ってらんないということで、今日は久しぶりにお悩み相談したいと思います。まあちょっとお悩み相談に行く前になんですけども、ヤワシュンって言っていいのかな、山中十太郎その俊太、5周年おめでとうございます。おめでとうございます。何事やの。ありがとうございます。もうなんかたくさんの人にお祝いしていただいてね、なんかあんなに、わけわかんないことの人に対人のためにちょっと頭ちょっと今日働いてないんでよろしくお願いします。はい、わけわからないね、その最初、わけわからない、ちょっと待って頭が変だぞ、ちょっと待ってな、最初ん、今日本当頭回ってないんですけども、とにかくこんな俺らがあんなにもうすごい愛されてて、もう嬉しい、シンプルに嬉しい、本当嬉しい。なんかねえ、そんなんさ、ハッシュタグ見たんだけど、俺らが何かツイートする前にすごいみんなが記念日やってくれて、もう俺らが思ってる以上にすごいこの日を、昨日だったんだけど、大切にしてくれて嬉しいよね。ちょっと嬉しいんだけどさ、ちょっと暑いね。何 ?27? もう27で暑いのか、暑いね。いや、ありがたいよね、本当にマジで嬉しいよね。いや、もう電撃加入覚えてる、みんな。なんかさ、まあ、あんまり言うとあれかもしれないけど、ちょっと言うね。エビライでさ、僕ら電撃加入だったんだけど、なんか、次のメンバー、次のグループはみたいな、ダルルルルルルみたいな、バンミルクみたいになった瞬間に、まだまだパワーが足りないぜみたいな、エネルギーが足りないみたいなって、なんか注入して、トン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 ってなって、ダンミルクって言って変わってさ、あの加入の時は電撃ね、びっくりしたよね、みんなもね。本当に何、まあある種このキャーが黄色い声援じゃなかったよね。もう叫びというか絶叫というかさ、いや、あの時は正直今だから言えるけどね、もうすごい不安だったよ。うん、不安でしたよ、あの時は。驚きましたよね、あの時。あの節はすいませんでした。もうどうにかこう、なんだろう、僕らをミルクに加入させてくれて、加入させてくれてというか、ミルクに入ってくれてありがとうって言ってもらえるように、なんとかこう本当に先輩に追いつくぞって感じで追いついて、もう僕もそれこそ名古屋に来た時はミルクさんのその時はライブを見に行ったりしてたので、ある種ミルキーズがミルクになったというかいう感じなんですけども、もう突っ走りましたよね。5年って言われて早かったなって思わないもん、正直。ああ、 5年だねっていう、全然5年だよ、もう早いね。まあ傍から見てたら早いかもしれないけど、経験してる身としては全然早くないねって感じだったね。本当に毎日も東京の宿に帰ってさ、お風呂入ってもなんかみんなで部屋行って、鏡のない部屋で練習してさ、教えみたいなとこ練習してさ、大変だったよねあれね。楽しかったけどね、あれ思い出だ。またそれで汗かいてさ、お風呂入ってさ、何回お風呂入るねとかあったよね。はい、そんな懐かしいことありましたけども、なんとかこうここまでやってこれたので、ここからも頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございます、本当にいつも。はい、そんな感じですけども、ちょっとね、ありがとうを伝えました。大事ですか、感謝を伝えること。なかなかあんまりこうやって言える機会はないですから、こう設けてくれた記念という日に、次の日ですけど、はい、当時は受け入れられなかったけど、今までは本当に加入してくれて感謝してます。もうその言葉を聞くためにこの5年やってきましたから、本当に過言ではない。もうね、ヤワシュン50周年目指そうの
ジジババやんか。ジジババ言うたらおじいちゃんおばあちゃんやんか。そんな。おばあちゃんじゃないか。おじいちゃんおじいちゃんか。腰曲がっとるんやろな、50。あ、70、71。で、10は72?やばいやろ。おじいちゃんおばあちゃんやん。なぁ。その時まで応援しててくださいね。ねえ。応援しててな、それは。パパおんの?パパおらんよ。一人。マイハウス。アロンですよ、アロン。誰かいる?怖いよ。やめてね、そういうの。そういう話。そういう話を今日はしに来たわけじゃないんですけど。おじいちゃんでもアイドルしてほしい。いいね。なんか、いや、ま、そのさ、80、90でもいやいや、まあまあ、50、60、70? あ、みんながやって、みんながやったらやろうよ。もう、なんか、平和によ、なあ、ええ感じやん。なんかたま1年に1回、なんちゃら会ぐらいで集まらないでいいから、その70とかなったら、なんかもう、ディナーショーとかいいんちゃう?じんちゃん大活躍じゃん。演歌とか歌ってくれそうやけど。ね。ずっと応援しますわ。もう、ありがとう。そう言ってくれるけど嬉しいよ。おじいちゃんミルク。発酵してチーズなりそうやけどな。お!そんなやつしたら10が来た。10、なんか珍しいね。見てくれる。ディナーショーやばいよね。みんなでパスタ食べたりするでしょ。そんなん想像できないわ。ちょっとやだな。70のテルネロ見てみたい。やだよ。腰も辛いだろうし、あ、一列でテルネロの時しんどいやろ。今なんか干潮とかしちゃうけど、もう干潮したらほんまにやばいことやるんだ。事故レベルよ。本当に。こんばんは。まあまあそういうの夢やな、本当に。なんか、こう、一個の夢やな。チーズミルクも確かに。もうミルク解明してチーズとかでもいいけどな、その時は。なんか。いや、いいね。そういうのもいいよ、ありよ。本当に。その時はコーヒー飲める。あ、いいね。なんか、50ぐらいになって、コーヒー飲めました、みたいな。エスプレッソが飲めます、みたいな。歌出してもいいやんな。1分半ぐらい、30秒とかの歌でもいいが、もうなんか、歌もみんなしんどいやろしさ。発酵しまった、ほんまや。いやー、腰曲がってるからちょうどいいかも、そういうことやね。ちょうどいいかもってか。その頃は私もおばちゃん、みんなおばちゃんやな。みんなおばちゃんになっとるよ、今見とる子は。もう令和超えて何になるんやろ。平成、令和、新とか来たよね。新、新しく開くで、新海とかね。語呂悪そうやけど。佐野キュンピンピンかも。いや、まあ、はやちゃんはピンピンやろね。なんか、もう体痛えよとか言いながら、なんかいろいろ結局なんかやってたよね。なんか。50周年座談会しよう、和室で。いやいや、せめてなんか、なあ、その時は、大きいとこでやりたいよ。和室入らんやろ、人。そんな。その頃私もおばあちゃんだ。平和やね。そんな、そこまで行ったら平和やね。めちゃくちゃ平和や。人とはダメ。ノーコメントでお願いします。その辺は。はい。楽しい。よかった。楽しい。2回言ってくれるのは本当に楽しい時やから。北海道の牧場でやろう。あ、まあそんなもええな。アリ、チャーリー。なし、ちゃなし。移動がちょっとしんどいかもね。50ぐらいになるとちょっともう、なんかもう、全然もう恵比寿とか、その渋谷とか、そんな、渋谷とか恵比寿もなくなるんかな、50年したら。合併しそうやね、なんか。銭湯いいやん。なんで裸みたいだけやん。60、70の
俺の裸見たいか？銭湯でライブって絶対見てないやろ。いや、わからん、その時でもな、やっぱり体キープしてるかもしれんけど、見たいか？多分あの今コメントしてくれてる子もおそらく60、70なってるやろうからおじいちゃんおばあちゃん銭湯行ってのぼせるで、そんな銭湯掃除するよ、私ありがとう、掃除して、うん、縁側でお茶飲みながらトークする、そんな、うん、ありかな、うん、ちょっとありやな、想像できた、スイカ食べてな、うん、なんかお子さんとかもみんな子供とかおるかもしれんな、もうなんかひ孫までおるかもしれん、下手したら70やろ、さすがに、うん、いいね、おもろいね、そういうのしてみたいけどね、ペンラじゃなくて杖振らなきゃじゃん杖振るライブないんちゃう、今まで光杖にしようか、みんなな、そんなライブある？山登り段があかんって、そんな冬でちょうどあったかいぐらいなんちゃう、もうその年になったら5人で同じ老人ホーム入ろうね、いやいや、もう老人になった姿をもうこう見せたくないよ、綺麗なまま保存しときたいよ、こう今のこの楽しい時を、老人になってうん、奇跡が空にってやつやばいやん、80とかなって本当に奇跡かもしれんね、それ言ったら、うん、しゅんちゃんの子供に転生してやる、いや今の人生を十分楽しんでくれ、うん、同じこの大体同じ年代やからな、一緒ぐらいでいいやん、それ、うん、老人ホームで介護したらば、いやいや俺介護されたくないよ、介護されたくないよ、いれば面からのに、おい、いればの色してすんな、俺赤やぞ、赤のいればやばいやろ、どこまでが唇か分からんで、うん、本当にみんなで仲良くゲートボール、あ、いいね、あれ今ねルール分からんけど、うん、70代になって俊太君のテレパシーみたいな、多分なんかお茶取ってきてとか腹減ったとか、うん、郵便かな、え、ちょっと待って、ちょっと一回切ろ、ちょ、え、うん、ちょっと待ってくれよ、ちょっとちょ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 、ちょっと待ってね、今な、え、またくかな、え、ちょっと、いや、誰も来てない、大丈夫だと思います、鍵閉めてあるんで、マジやばかったらちょっとミュートにするわ、ミュートなんだっけ、ちょっと一瞬ミュートにしようかな、ちょっと待ってもらっていいですか、ちょっと、なんだろう、待って待って待って。
け。着いた、間に合った。お疲れ様。はい、早かったな。意外と早かったね。意外と。お疲れっす。こんばんは。白子、なんなの演技。どう、あれ主演男優取れる、あれ。取れないか。取れないか。さすがに取れないか。一旦取れないし。一旦取れないし。70歳のミルクの話長すぎ。長すぎな。長すぎましたね。俺もいつ話題変えようと思って、話題変えようと思ったんだけど、あの10からメールが来て、ついたよ、ね、あのなんかね、頭2つ使ってた。テンパったんだ、そこ。ずっとそう、どうしようっていう頭だった、ずっと。なるほどね。ちょっともう、これすごいんだよ。チカチやもん。走ってきたやもん。走ってきましたが、こんばんは。ウィス、はいはい、ゆへたすぎだし、もう言うな、そんな。俺の今後の人生に関わる、俺仕事にかかるぞ、それ。確かに、そりゃそうや。予想してたけど。ここで2点目、確かに。まあ、クローティークローズですね、うん。今日でも朝、一緒の仕事だったんだよね。そう。今日俺がインスタに上げた写真、今日だもんね。あ、そう。今日一緒だったんですけど。朝一緒で、そっから別れた。別れて、ワンチャン来るっていう話をしてて。そう。まあでも、間に合わない説もあって。うん、そう。まあまあ。押したら終わりだったんだけど。なんとかちょい押したんだけど、めっちゃギリギリね、飛ばしてきてくれたな、飛ばしてもらったよ。まあだからさ、何もゲスト来ますよ、何も言ってない。あね、そう言わずにやってて、俺も告知ね、もしかしたらできない で、できなかったらどうかしてなかった。そう走っていけるか。いや別に走ってはないよ。ランニングがしたわけじゃないけど。そういうわけじゃないんだけどね。そういうわけじゃないんですけどね。髪型終わってるもん。そんなことない。そう、まあ、いいかこれで。うんうん、俺のなんかおもろい帽子かぶる。いや、おもろい帽子かぶる。家から来たわけじゃないからね、ご近所だね、みたいな。あれ、ジュータル君で気づいてた、この間のこの感じ、サラ君と同じ。まあ確かに。でも帽子あるなかったわ。なんかこの韓国で買ったストゥーディオっていうやつか。へぇ、ね、あ、これ結構ね、リハの時に。あ、これよくつけてるね、うん、いいよ。それどういう意味だったの、見せてあげて。分かんない俺。 I don't work hard。 ブランドお前全然違うか。何これ。 Here ね。 Here か。 I don't work here。 あれ行くよ。僕はここで働きたくないです。このリハの時に被ってるっていう。もうなんかね、そういう時に逆につけてる。かぶらないよね、こういう帽子。俺帽子キャップかぶんねん、ほぼバケハとかだよね。うん、でもいいじゃん。もう働きたくないです。見ない感じだね。ハレーだろ、どう考えても。ヒアだろ、暑いの。ちょっとなんか飲む。あ、いいよ、大丈夫、とりあえず大丈夫。めっちゃ寒くなったよ。いいよ。いや、嫌いな人、確かにTikTok でかぶせた。確かに今日 TikTok 見ました、ミルクの。謎の。あれ何。あれはバズらなそうやね。うん、とりあえず俺だ、何やってる。俺じゃなくてもよかったし、別に。確かにな。今日そう、新しいね、そう、変な TikTok 上げたんで見てください。でもいろいろ撮ったよね。いろいろ撮った。なんでいろいろ撮ったけど、まあ、上げれるかわかんないけど。期待しておいてください。期待だけ、はい、佐川さんではないか。ではないだろ。佐賀さん、これアイドンはキアだ。やばいだろ。働きたくないです。なんで宅急便するねん。宅急便配達か。このまま止まってっちゃう。そんなわけにいかない。いかないよね。下はそれぞれあるんだから、まあ、うん、いいんだけどね、別に。まあ別にいいんだけど、走って帰ろう。同じ服でいいんだったらって感じだね。うん、うん、明日の仕事か。服貸すだろ、それなんだ。確かに。お、涼しい、涼しくうっすい。その帽子にやってかもらいなよ。全然あげるよ。まあ、いいんだ。ちなみに、まあでもいいかな。いらんのかい。いらんのかい。いらんノーセンキューやった。いらんかった。
顔見づらいですごめんね。でもするか、ね、よく言うなよ。これだいぶ見えてるやろこれ。結構見えてる。9割は見えてるよ。9割は見えてるよ。逆に髪の毛ないから見やすくない？確かに部分的にはね、うん、あと最近僕のお気に入りのおしゃれ加えまして、これはもうなんか普通にかぶってる。あ、かわいいな。なんかまあ普通の帽子なんだけど、うん、意外と黒の帽子、まあ2個ぐらいしか持ってなくて、うん、キャップ、いい形の顔ね。意外と、なんかないない。これはね、探すのむずいぞ。あ、ほんと、うん、おとは思う。欲しいですね。欲しいわ、これは。これ欲しい。あ、あげないですね、ごめん。なんでだ、さっきいいって言ってたの。それね、俺が欲しいやつダメなの。それはいいんだよ、それはダメなんです。ダメなの、うん、これいいな、うん、キャップ1個持ってるんだけどね、結構ヤンキーハットなんだよ、これ。ここにカクってなってて、うんうん、カーブついてる、はいはいはい、ヤンキーハットっていい感じ、マジあってこれ。まあ、メッシュみたいな、はいはい、みたいな形のやつなんですよ、はいはい、メッシュじゃないんだけど、うんうん、ないないね、じゃあ。形はそのやつ。あ、形がね、そうそうそう、そうなんよね。そういえばお悩み相談も確かに。あ、そう、お悩み相談しようと思ってたんだけど、うん、なんか二転三転して、二転三転したの。なんか70歳になったみたいな話になっちゃって、うん、あ、三転したね。まあ10来たし、うん、まあポジティブお悩み相談行くじゃん。一回ちょっとやってみよう。ポジティブお悩み相談って何？何？何？それ。いや、何だよ。何か分かんないんだけど、そのポジティブなお悩みを、いやそれ別に悩んでないやんって返すやつなのか。そう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 。あ、それそう、それか何だった？かは別にあの普通の悩みをしゅんたんがポジティブに返すとか、どっちかなと思って。ああ、両方とだね。だから、あ、じゃあ何でもいいや。そうだから、今日はしゅんたって言ってないから、しゅんたのお悩み相談って言ってないから、じゅんもだから答えてもらう。だからポジティブに、例えばお腹すきましたって言われたら、うん、いや、お腹すいてるって生きてるわ証やん、なるほど、みたいな。例えばそれめっちゃポジティブやん。お腹空いてるってさ、まあ、死んじゃったら感じれないわけで、生きてるっていう証拠やん。例えばね、そういう話ですよ。全然拾っちゃってください。はい、お願いします、うん、はい、お金の使い方に悩みます。はい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 、はい、ポジティブ、ポジティブにしてください。ちょっとネガティブだね。うん、ノットネガティブ。じゃあまずお手本お願いします。お手本、お金の使い道がわからない。お金持ってるやん。使い道困るぐらい持ってるやん。めっちゃええやん、めっちゃええやん。金も使いたくてしゃあない。俺らだってもう、そう、最高や。買えないんだから。そういうことよ。困ってるぐらいがもう素敵です。そういうこと。ほらほら、ポジティブに言えろ。言えない、言えない、前向きにね。そう、うん、誰も傷つけない。なんかあるかな、うんうん、しようかな。さっき結構いいの来てたよね。ほんと、サッカーのユニフォーム早く欲しいが海外から届きません。おお、これはいい悩みだ。おお、どう、海外から届かないでしょ。届かない。ワクワクの時間増えとるやん。おお、うまい。え、うまい。え、やった。本職、え、副業やってないの。副業ダメだよ、うち。え、やってた。やってないの。やってないのか。初めて。ワクワクの時間増えとるやん。増えとるやん、うまい。だって届かない期間いっちゃ楽しい。いっちゃ楽しい。そう、プレゼント開けるまでが楽しみですから。おお、やるやん。えー、うん、ちょっといいやん。バンバン行こうよ。バンバン行きますか。うん、もう適当に行きよ。うんうんうん。通勤時間有効活用したい。ああ、したらええやん。それはしたらええやん。解決したいならしたらいいやん、それは。ああ、それはそうよ。うん、そういうことですから、ね、全然したらいいわけです。何が有効活用か俺ら分かんないから。そうそうそう、だからしたらええやんって。寝てもいいし、寝てもいい、何でもいい、何でもいいんだから、それいいな。何でもいいんだからね。ああ、うんうん、バイト疲れた、うん、よく頑張った、よく頑張った、よく頑張った。疲れたってことはよく頑張った証拠ですから。頑張りすぎないよ、普通に、うん、だらけてたら疲れませんから。そうそうそう、そういうことです。夏休み終わりたくない。終わりたくないじゃん、終わらんだらええやん。それは違う。終わらんだ、それは違う。学校休んじゃえもうそのまま。延長できないから1週間ぐらい。まあそうやな、うん、まあまあまあ、うん、時には自分に優しくね。そうそうそう、言ってみましょう。まあダメやけどな。ヨーグルト飽きた。お、うわー、次の幸せ待っとるやん、新しいハマるやつ。うまうまいやん、うまうまうわー、ええな。うん、あ、待って、歯4本なくなったって。これいける。これいける。ちょっと待ってよ、歯4本なくなった。ね、そういうこともありますよね。うわ、初めて知る。え、ハッピーレッド、何それ。あ、4本なくなった。なくなったんだよね。本当にそれ。ちょっと待ってください。
冗談のそういうお悩みはちょっと本当に受け付けてなくて、僕もやっぱ真剣にやらせていただきたくて。ガチだったらどうすんのよ。ガチだったら面白い。ガチで、まあ、歯4本なくなった。まあ、4本でしょ、まあまあまあ、なかなかなくない？4本なくなったって。まあ確かに。どうする10、それ歯なくなったよ。4本なくなったやろ。うん、まあ、まあ、きついか、ちょっと、ね、ちょっとまあきついけど、うん、まあでもねえ、ねえ、その差し歯とかして、その次の世代に、うん、あの研究結果になるやん、それが。ちょっとむずいね、うん、コメント拾ったからね、これは。なかなかちょっと難しいコメントでしたけど、まあ、こういうのをやっぱやっていかないと次のステップに進まないので。そうそう、ごめんごめん。いいかもしれないですね。うん、はい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 。次、注意が来て治りません。うん、治さないでいこう。全然いい、全然いい、治さないで。ゲームはなんかそれ必須だから。そうそうそう、うん、いや別に なんで中なんか中が正しいみたいな、あ、早起きが正しいみたいな。ダメダメダメ。何すっ、誰が決めたんだよ。海外サッカーとか見る人はもう逆転したんだから。そうそうそう、しゃあない、しゃあない。夜だって夜しかできないものはあるだろうし、うん、仕事のミスが多いです。伸びしろやん、伸びしろやん、すっごい伸びしろやん。ミスしない、ミス、そうそうそう、ミスがいいんだから。そう、ミスが大事なんだから、ね、ミスが大事なんだからね。オーディション緊張しすぎて無理。うわー、ええことやな、それ。緊張するってことはこの機会大事って思ってることだからね、自分で。そう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 、すっげー大事なんだから。うん、朝起きれません、起きろ、うん、起きろ、それは起きろ、普通に急に普通に起きろ、うん、やっぱ起きなきゃね、普通にダメだから起きろ、うん、はいはいはい。前髪切りすぎちゃいました。お前それでも可愛いやん。うん、可愛いんだからいいんだよ、別に、うん、別に気をつけろ、うん、気をつけろ。人に違うやつ。気をつけろ、はいはいはい。仕事が嫌で夜寝れない、はい、うん、おお、ちょっと本格的なんだよ、ふざけれなかった、ふざけれない。仕事が何嫌で夜寝れないんだって。夜寝れないんだ、うん、え、じゃあ朝寝るってこと？どういうこと？ちょっと適当かい。ちょっと適当か。寝れずに寝不足で行っちゃうんだよ、だから。そういうことか。そうそうそう、わあ、それきついね、うん、どうしたら寝れない時とかある？夜。まあたんまに、まあでも最近はないかな、ほぼほぼ。うん、自分は寝れないってゲームにすぎでしょ、大体。そうだね、そうだよね。寝れないんじゃなくて寝てない、寝てないで自分でね。そうそう、こういうやつもいるから。そうだよね、そうそうそう、大丈夫、安心して。まあ本当はでも目つ、俺最近すっげー寝れるものを見つけてさ、うん、なんか YouTube とかで、うん、なんだっけ、雑学みたいなのがあって、うんうん、絶対寝れる雑学をなんかアナウンサーの人とかやってるのかな、のがあって、それめっちゃ良くて、咳きながら寝るってこと。そうそう、へえ。まあ起きた時には何一つ覚えてないんだけど。でもそれでもう無限に聞けるのよ。なるほどね。次の日もわ、もうこれ聞け、何言っちゃうか分かんないからもう一回聞こうってなって、はい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 、朝起きたら何言っちゃうか分かんない、はい、そのタイプなのよ。でもそれで寝れるルーティンに入ってんだ感じで。そういうことよ。ああ、なるほど。勝手にね。ええやん、それ。ええやん、ええやん。誰だろうな。日焼け止め塗るのがめんどくさい。うん、みんなそう。それはみんなそう。そうなんや。好きな人いないんだから、ベタベタするし。私、俺は塗ってないよ。、うん、だって日傘とかね。日傘さそうよ、さしたらいいんじゃないか。日傘俺ちっちゃいやつ買ったから、こんな、え、こんなんでもいいやつあるから。あるある、いけんだ、こんなんでもいいから、うん、それかも外出ない、以上、出ないけりゃいいんだから。うん、日中暑すぎる。そうなんだけどさ、そうそうなんだけどさ、うん、やっぱ暑いのどんどん体験すればさ、やっぱそのクーラーの暖かさ、うん、なんか難しいな、クーラーの暖かさって、なんかその分かるよ、涼しさなんだけど、クーラーの優しさ的なね、うん、そうそう、うんうん、クーラーの涼しさの暖かさが分かるからさ、うんうん、そうやん、ついついスマホ触っちゃう。ああ、それはですね、アメリカのシルブレッド大学の研究にちょっとやります、うん、と、まあ、そのアメリカの15の州で研究されてるんですけども、うん、まあ、4500人の対象にした実験で、スマホは脳を壊すと言われてるので、まあ、なかなか触らない方がいいと言われてるのが、まあ、科学的根拠ですね、はい、うん、これちょっと面白いですよね。これちょっと面白いですよね。ちょっと面白いですよね。ヒューン。ねえ、ゲームする時間ないです。ゲームあります。何、あ、そうそうね、あります、これ。ううゲームする時間ないと思うじゃないですか。あります、あります、すいません、はい、僕はね、ドラマ主演させてもらった作品が、主演と、まあ、2番手出させてもらった、うんうん、ちょっと続いてたんですけど、撮影期間が、はいはい、マジで、まあ正直結構忙しかったです、うん、まあ、深夜ドラマだし、うん、でもやってました、うん、
時間見つけてやってたんで、はい、いけます。それでもいけますってことでいけます。反面教師にしてください。はい、はい、やめてもほうがいいです。はい、それはいいです。セリフ結構多いです。はい、そうですよね。はい、はいつも何時に寝てる。うん、そうなんじゃない。質問やな。質問ですけど、いや、まあまあ日によりますよね、全然。ありますかね。もうちょいで締め切りますよ。そうですね、うん、どうやったら頭良くなりますか、うん、まあ、これちょっと面白いですね。これはね、面白い質問ですね、はい、うん、これは僕に聞いた方が良くてですね。そうですね、うん、はい、あの、どうやったら頭良くなりますか。そうですね、ことです。これはあの、遺伝です。はい、研究の結果によって遺伝ですので、こちらはあの本当に、まあ、勉強で頑張ることはできるんですけど、やっぱ、ね、最大値っての決まってるんですよね。そうです、なんかそれ面白いですね。そうですよね、だからやっぱり最大値決まってるんで、まあ、勉強頑張れば頑張る、その限界呪文一回してみてください、うん、でもどう僕が頑張ってもその瞬間の、2日の勉強には、2日間ちゃんと勉強したぐらいには勝てません、うん、1週間も俺が勉強しても。はい、研究結果ですね、これちょっと面白いですよね。ニャオ。そうですね、はい、体力つけたくて走りたいんですけど、いつ走るのがいいですかね。そうですね、そう、研究結果によりますと、まあ、おかみというか、サイクルというか、まあ、そっちの方のね、そっちもいた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 、そっちありがとうございます。不思議もないですけどね。なんだって質問。走りたいのに、いつ走ればいいですかね、うん、体力つけたくて。あ、走りたい、いつ走ればいい。でも、うん、でも本当に体力つけたくて走りたいんだったら、あの、うん、マジで朝とか、あの、涼しい夕方か夜の方がいいんじゃないですか。そうだね、マジで死ぬから。夏はね、結構きついから。夏は暑いよ、なかなかね、難しい。まあ、深夜もね、難しい、仕事あったら難しいと思うんですけど、うん、だから、まあ、例えばさ、うん、通勤のさ、エスカレーター使うのを階段に閉めるとか。あ、そういうとこじゃない、まあ、そんなんだったらめっちゃ楽になる。なんかその、わざわざやる必要ないからさ、うん。あとね、すげえ思うのは、家でテキパキ動くっていうのがすごい大事。体力つけるというか。どんだけ広いですもんね。ちょちょちょ、そうなんだけど。そうなんだけど。洗い物してテレビ消してみたいな。でも、そのぐらい、やっぱ、うん、家でだらだらゆっくり動いてると、うん、なかなか体力つかないって最近思いますね。テキパキ動くと、ね、ちっちゃいところからね、すごいですね。はい、あと、まあ、5分ぐらいしますか、4分ぐらいしますか。そうですね、時間も45分ぐらいに終わります。何時の予定だった、大丈夫だった。あ、全然大丈夫ですよ、45分ぐらいに終わるかなって思うんですね。いい了解です、うん、今職場人手不足困ってます、その順で派遣します。はい、よろしくお願いします。、失礼します、あの、時給予想談でよろしくお願いします。結構持っていきそうだね。次の髪色何色にしたらいい。おお、これ結構聞かれますよね。結構聞かれます、これ結構、まあ、男女特有のお悩みなんですけど。男女特有の、まあ、の、うん、女性特有、まあ、これも科学的に決まってまして。決まってんだ。決まってまして、髪色が、髪色、うん、何したらいいって聞かれた時の答えですね。ああ、決まってんですね。これ、まあ、これが一番いいっていうのは、まあ、誰も傷つけない、うん、はいはいはい、なんですけど。何ですか。そのままの君が一番可愛いよ。なるほどね、これです。なるほどね。でも変えたくて言ってるって言ってるじゃないですか、うん、これポイントなんですよ。ポイントなんだ。一回そのままでいいよ、でも変えたいんだよ、うん、あ、それなら〇〇がいいんじゃない。なるほど、ね、これいいじゃないですか。そしたら、その今の自分ももう肯定されてる。なるほどね。で、変える時もその、まあ、その〇〇でいいんじゃない、適当でいいです、なんか。適当に思いついた。えぐいわ、思いついたやつで、とりあえずこれ握手会時とかね、シュンと行くから、これ、あ、こう思ってんだと思われちゃうよ。本当ですね、ごめんなさい。そうは思ってないですから。でも、なんか歩くない、こう、この人に見える色っていうかさ、なんとなく似合うなみたいなやつでしょ。うん、うん、分かる。なんか大体俺はその自分の中頭で、うん、赤と青と金、その大体黒の人が多いからさ、その何がいいかって、赤と青と金で、そのなんていうの、金、赤だったらピンクの色系、はいはいはい、系統でこう分けて、この人の顔何か合うかなって頭の中で部屋からチェンジしてるの。いつかボボボって、すごいね。そしたら、なんかこの人がいいなってあるんで、大体。なるほどね。結構、インナーカラー何色にした方がいいですかみたいな、結構言われるんだよね。インナーカラーは割と、なんか奇抜な色いっちゃうかも、俺は。あ、ほんと。うん、でも俺ね、白って言っちゃうんだ、いつも。白、白が好きだから。はいはい。だけど白って結構大変じゃん、めっちゃ抜かないといけない。ホワイトウレッシュみたいなやつやね。そうそうそう。
大変だな。推しが絞れない、なるほどです。推しが絞れない、まあ絞れなくてもいいと。そうですよね、まあなんか、うん、絞る機会とか買えばいいんじゃないですかね、はい、まあこのコメントちょっと多いんで触れておきますか。触れておきます、はい、早く痩せたい、あ痩せれませんってコメントが多いですね。はぁ、ノーコメントでノーコメントか、はい、まあそうですね、うん、まあ頑張ってください。僕らも太ろうと頑張ってる。もうそれ敵つくぞ。いや、でもこれはそうじゃん、普通に人によっての悩みじゃん、まあ、 それは、うん、俺だけど、そうだね、俺らは体重増やしたくて頑張ってる。あれ、人と吉田が来た。まあもうこれは触れないでおきます。ちょっといいじゃん、これはあんまりね、さ触れると調子乗るんで、うん、はい、調子乗ってコメントしてくる可能性あるんでちょっとね、ちょっとまあまあまあ期待してないですけども、45分までなんで、うん、それもちょっとまあまあまあ、そうですね、わかりますかね。でも本当にな、これは痩せたい、何痩せたいと同じように僕らは太ろうと、まあそれは食べようとか体型だね。まあでもさ、その痩せるが正義でもないし太るが正義でもないし、そうそうそう、どっちもね、これは同じと考えてほしい、うん、こっちもこっち悩んでるよっていう話で。何その、俺も悩んでるんだけど、俺も悩んでるよ、悩みを悩みにぶつけて解決しようとない、何も解決しない、うん、あまあそれはそれでいいか、それはそうなんです。何してんの、あ拾っちゃった、それは拾っちゃった、しょうがない、固定してやるか。あれやべ、変な人フォローしちゃうとか、英語で読めねえな、何してんの、見たらわかるだろ見たらわかるだろ、わかるやろうや、おい飯食ってんだよ飯絶対食ってる。何かありますかね、もう終わっちゃいますよ、もうあと、そうですね、そろそろ終わろうかということですけども、体が硬いです、はいはい、告白されたけど好きになれない、あー、うわマジか、何告白されたけど好きになれない、まあ、それは普通にその人が好きじゃないんじゃないですか、それは全然いいんじゃないですか、確かにね、そういうことだもんね、全然それね、あすごいびっくりした、いきなり死ぬ、それはモテてるアピールですか、もしかして、あこれだってこれ結構まあ研究結果なんですけどこれ結構まあ研究結果、さすがにモテてるアピールじゃないですか、ちょっとずるですね、うん、いいなモテて、そんなにな、ね、うん、そうですね、あ西谷さんのお悩み相談聞きたい、そうですね、もしあればお待ちしてます、何してんのがお悩みなんじゃないですか気になるみたいな、悩んじゃうんだけど何してんのっていう、そうじゃないですかね、あまず誘わなかった理由で、はい、のコメントで、ありがとうございます。まずですね、あなた来ませんって、はい、絶対来ません、はい、来ませんよね、うん、誘っては来ますよねもう本当のことファンに伝えます、そんな、はい、本当のことって言ってすよ、本当どっちなの、うん、来た本当に、それ本当来た、今日誘ったら、うん、明日英語の単語テストなんですけど全然覚えません、これはちょっと俊太さん、これはもう何と、いや僕ですね、ごめんなさい、おいな、これ英語と言わないで、これはね晴れと読んだ僕が、ヒアを晴れと読んだ、ヒアのこと晴れと読んだ僕がね、うん、答えますと、はい、覚えなくても一応21歳まで生きてこれたこれはそうですね、そうですね、これ日本なんで、はい、マジでよくない今の時代、本当にやった方がいいけど、うん、まあ、なんとか21歳まで行けましたね、なんとかね、はい、こっから頑張っていこうかなと そうね思います、はい、吉田さんコメントしてなかったですよね、とりあえず、ね、まだ、なんだっけ、なんで誘わなかったのみたいなところ で、ね、俺がフルラが触れて無理ですよね、今だからちょっと吉田さんね、メンタルちょっとって感じですかね、怪しいですね、ちょっとちょっとそんな感じでした、まあ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 、はいはい、でもジンちゃん来てよ、俺んち来たことないっしょ、確かに来たことないかも、確かにタイちゃん、あれタイちゃん来たっけな、あ、めっちゃいい質問ありますね、友達2人が大好きすぎます、フィーバータイムなんです、本当に変わった方ですけれども友達2人が大好きすぎる、最高じゃない、友達大好きっていう状況、えぐいよそれ、もうなんかその環境をもう感謝しな、本当になかなかない、なかなかない、いや、いいことよ、それ言えることも素敵だし、うん、友達が大…まあ、すげえな、なんか恋人が大好きとかなら、うん、まあ、そういう人は、まあ、まあまあ、それはまあね、なんかあれだけど、友達さんね、
大好きで遊びたくてしゃあない。フィーバータイムもちょっと気になりますね。フィーバータイム前出し気になるな、はいはい。まあ、続いての質問ですけども、そろそろ時間なので、ジントくん、はい、何かコメントしていただけるならよろしくお願いします。しないならしないで、しないならしないで、ちょっと待ってる僕たちもちょっといっちゃうので、やっぱりどうしても、はい、俺んち来てる？もしかして向かってる？向かってるはいないんじゃないですか、ね、それはいないですかね。部活嫌だ、はい、こちらの質問を真剣に答えさせていただくんですけども、はい、全部答えちゃった。部活ですね、マジで今になって部活やりたいです。俺もさ、最近 TikTok でめちゃくちゃ昔のさ、小6とかの人がさ、サッカーやってる選手権の大会とかめっちゃ流れてくるの、うんうん、いいよね。それ見て、もう一回あの時に戻ってサッカーしたいと思って。部活って大人になってできないからさ。褒めしてたよ、だって、じゅんちゃん。そうやな。まあ気づかれないのかな。あれ、じゅんちゃん公式マーク外されたんだっけ？見当たりません。もう一度よろしくお願いします。なんて知ってた？なんて知ってました？なんでしょう、それ答えて終わりましょうか。そうですね、うん、絶対言ってたってコメントしてるよ。超面白いですね。もちろん面白いですね。ピヨー、深夜テンションやめましょう。すいませんね。はい、でもじゃあ1個だけちょっと気になりつかったラストいきますね。ラスト、吉田君が沼で彼氏ができません、どうしたらいいでしょうか。告白もジント君浮かんで断りました、どうしたらいいでしょうか。あ、でも告白されてるんですね。これちょっと面白いですね。にゃお。結構そうですね、はい、珍しいですね、そういう方はね。吉田君が沼で多方面に失礼だぞ。まあでも確かになんかある、まあでもなんか沼って言いますよね、仁ちゃんってね。わかる、なんか多分リアルにこうなんか想像しちゃうんだろうね。わ、はいはい、かるけどね、こうなんか何してんのみたいな。確かに確かに、俺だったら何してるのじゃん、はいはいはい、なんか別にちょっとなんだろう、そういう感じだけど、まあまあまあわかる、キャラクターっぽい感じだけど、うん、何してんの。いや、そそれしたら絶対言ってたんだけどみたいな。うわぁ、やらしいか、ちょっとちょっとそっか。さすがにリア工枠っていうの、これ言ってる人いるけど、リア工なのかな。あ、ジュンタが親チュミって言ってるよ。こらー、きつい。頭かゆくなってきた。もし脱ぎもうでもそうか、いいんじゃないですか、吉田さん、うん、でも将来的に見て吉田さんが結婚してくれるかどうかは、まあ、正直分かりません。何してんだよ、はい、分かんない。でももしかしたらするかもしれないですけど、うん、まあ、吉田さんと付き合えるって可能性は、まあ、分かんないです。でも夢を見てもいいかもしれないですね。締めてください。はい、ということでみんな、おやちゅみー。バイバーイ。あー。